せたです、今回はですね、釣りレポ編ということで、すごく綺麗なですね、海辺にやってまいりました。今回レポートさせていただきます、釣りレポートの方をまた後でご紹介しますね。それではこの海に向かって海釣りと魚釣り頑張っていっちゃいますよ。みんな楽しみにしてくださいね。こんにちは、6月に入りですね、ちょっと食いもってきてますけど、今日はとりあえず、延岡の、トトロから入りました赤水っていうところに来ます。はい、赤水の G 層になりますけど、はい、ちょっと何が釣れるかちょっとやってみないとわからないんですけど、一応今日は上物狙いということで、仕掛けをします。竿がですね、1.25 長さが 5.3m、 リールが、2000番の1と2号参ります。それから浮きがですね、0号、直結です。直結で針数は1号、針数1号でやってます。針が5号ですね。花をだいたい1広半ぐらいで合わせて、やってみたいと思います。まあ、ちょっと何ができるかあんまり期待できないんですけど、はい、とりあえず、今から釣ってみてみたいと思います。はい、赤水の港で、海でですね、はい、何が釣れるか楽しみですね。はい、はい、それでは早速お願いします。ちょっと薪を浸かせてかいよ。はい、釣りナビゲーターの福谷翔司さんです。延岡市の柏の浜にやってきています。今日は絶好調な釣り日和でしょうか。どうですか。時期も6月に入ったということで、あんまり、そうかは望めないですけど、まあ、基本的なですね、はい、釣りということで、ちょっと私の方がやってみたいと思います。はい。それではまずですね、この薪をですね、はい、こっちのは結構餌取りが多いもん、多いからですね、あ、餌取りをまず、こう、巻いてですね、やる。手前にですね。手前に。手前にこう、うん、ちょっと小魚が、はい、パッと出てきますから、はい、毛を、はい、こういうふうにしてみます。髪の方から餌を撒いてあげる。髪、はい、の方から餌を撒くと魚自然に寄ってくる、流れるようにね、撒いてあげます。またもう気を見ながら、この辺ではどんな魚が釣れるんでしょうかね。お来ましたね。バラしました。ちょっとタイミングが早かったみたいですけど、おお、何かいましたね。いましたね。コッパグロの小さいやつが結構入ってるんじゃないかなと思ってます。コッパグロっていうのは黒のことですか。黒、メジナ、メジナっていう、まあ、いう魚ですけど、水中では大体黒とか呼んでますね。この辺はよく小さい頃に遊びに来てました。海水浴したりですね。そこですね。すごくいいところですね。最高の場所なんですか。まあ、ちょっと家族で釣りするには、安全で。いいところですね。風光明媚で。庄司さんはよく魚釣りを
されるんですけど、大体冬場はよく島の裏とか、北浦あたりには行ってますけど、それで平田線で行くんですけどね、今釣り竿を海に向かって投げたところで浮きが何ですか？ベラ。ベラ。ベラってどんな魚ですか？ちょっとアップで見てください。ベラ。ベラ。これは。これは餌取りの、もうあれですね。一番王道のやつですけど。王道のやつで見せてください。ちょっとアップで見せてもらっていいですか？おわ。おわ。ベラ。どんな煮付けとかですか？どんな煮付けして食べたらいいですか？これをなんか煮付けで食べる地方もあるみたいですよね。これうまいよ。今何ですか？これ釣れたの。おお、カサゴ。カサゴですね。ちょっと見せてください。ああ、これ唐揚げとか、美味しいですね。お味噌汁とか。すごーい。顔を見たいですね。なんかこのドアップなカサゴちゃんで今釣れました。これうまい。外すときにちょっと難しくないですか？顔なんかあると楽ですよね。これはうまい。入れ。これが2、3匹あればいいつまみになる。簡単なですね、針の結び方、外掛け結びっていう結び方なんですけど、これを、簡単に教えますね。ここに針わかります？針がありますね。これに、ハリスですね。これは1号のハリスですけど、このハリスの輪っかを作ってもらって、この針の、尖っている方と逆の方ですね、糸を止める方、ここに当てます、そしてですね、この、糸の輪っかの片っぽの方ですね、これを、巻いていきます、1回、2回、3回、4回、5
回。6回、まあ人それぞれですけど、大体5回か6回か、そのくらい巻いておけばいいと思います。これを押さえまして、この今、通した輪っかに肉の片っぽを通します。まあこれを押さえまして、こっちの方で通ります。針が、こういう形になります。外掛け結びっていうことですね。針と、針の方がまっすぐになるように、こうしたんですね。まっすぐになるようにします。で、余分な、糸はですね、切ってもらって、でも初心者の方、一番簡単な結び方ですね。これが外掛け結びって言います。外掛け結びですね。はい、